エスタン、エスティイング、オックゴ、イシュタネッチは、フランス、オクシタニー地域圏、アベロン圏のコミューン。フランスの最も美しい村の一つ。ロット川に架かる、エスタンの橋アベロン圏北東部にある、エスタンは、面積が16、96平方キロメートルである。南側の境界線となっているのが、ロット川で、シリューノクサンヌ川もコミューン内を流れて、 エスタンの村でロット川と合流する。標高の最低地点である301メートルは、ロット川が、コミューンから離れた先、隣接するコミューンのゴラナックとネ、ラックとの境界になっている、ゴラナックダムの西側である。標高の最高地点である760メートルは、ネラックとの境界に近いレプラという場所から、すぐのコミューン最北の地点にある。県道22号線。 97号線、980号線の交差点にあるエスタンの村は直線距離でエスパディオンの北西 8km、ラゲオールの南西 20km、県庁所在地ロデーズの北北東 24km にある。小さな村は1082年にデ・スターニョの名で記載された。水の溜まる場所を意味するエイタンから来ている。13世紀発祥のエスタン家は ルエルグ有数の貴族家門であったが、18世紀に断絶した。エスタンの加盟は、1922年に、ジスカール家の数人が継承している。その一人がフランス元大統領、バレリー・ジスカール・デスタンである。エスタンは、フランスのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一つ、ルピュイの道が通っている。巡礼路は、南のベシュエジュルからエスタン。 その後、ゴラノックの町とサンマルタン教会へ至る。村はかつて、北東からコンクへと向かう道が、ロット川を渡る、際のポイントの一つとみなされていた。落とし穴や、過酷な環境のオブラック地方を避けたい巡礼者たちの中には、ラギオールを経由して、サンイコールフルールから直接、エスタンに到着した者も,もいれば、サントジュヌビエーブシュル・アルジャンスと、ビアデーヌ高原を通過した者も,もいた。 エスタンはサンティアゴ巡礼の人々が通過の際に残していった痕跡、記憶を今も生かし続けている。サンフルーレ祭りは19世紀以来毎年7月の第1日に行われる。伝統的にカトリックのオーベル入試教座の司教とみなされてきたフルーレは聖フルールと同一視され、聖異物が1361年から1368年頃に エスタン家のピエールデスタン数奇教によってエスタンに持ち込まれた。フルーレはエスタンの守護聖人となり、6世紀以上、毎年7月の第1日に特別豪華に祭りが祝われてきた。数百人の人々は聖職者や輝かしいエスタン家の人々の紛争をする。彼らは聖遺物である古い教像を掲げた礼拝行進に続いて練り歩き、そのうち、 コキーユのジャックと呼ばれる3、4人の参加者たちは大きな帽子をかぶり貝殻を身につけて、氷炭と大金を装備する。2016年時点のコミューン人口は475人で、2011年時点の人口より20.3%減少した。参照元、1962年から1999年までは複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降、INSEE パノラマ。ありがとうございます。